以前多分俺が取り上げたことあるのかなスノーマンのメンバーの LINE や飲み会を開くといって LINE で飲み会に参加するには15万払えばスノーマンの人たちの飲み会ができるっていうので詐欺をしていたミホゴンという方がまた同じ詐欺をしているので取り上げてほしいと。あ,もしもしあ、もしもし。あ、もしもし。えっと、どういう話なの ?LINE を またた人2万でで売り始めた感じでジャーニーズのメンバーの LINE のアカウントを2万円で売ってるの、はい、この方がで今回また2万じゃなくて人によって額が違うんですけど <laughs> 買ってる子とかもいて買うやつ私はなんかそこじゃなくて会費みたいなことをやってて、うん、でそれが5万 のののコースと6万のコーーススと万みたいな感じのがあるんですけど今回私もどういう感じなんだろうと思って6万の方の方月会費一回一払ってるんです直接 LINE でのやり取りっていうのはこれは誰と<え>ジャニーズとえっとそのミホンゴンっていう方と相談に乗ってくれるみたいな感じですね多分聞いたらミホンゴンと相談に乗るのに月6万かかんのそな感じですねで払ったんやそれにどういう流れなのかを見てみたくてで、えー、まあ案の定なんか今その。 友達が緊急で困ってるみたいな感じで、プラスでお金を貸してほしいみたいな。一、まあ、週間経ってるんですけど、まあやっぱ情報何もないわけなんです。でとりあえず今返信待ってるんですけど、来てない状態で、で今そのプラスで10万以上払うと、 つなげててくれるる人を紹介するっていうまた新たに流したりもしてて、うんまあ、でもねそれはね正直ね騙されてるやつも俺はざまあ見ろって思っちゃうだってお金さえ払えばジャニーズつながれると思っちゃってる人でしょ被害者ってこれそうですね多分かなり自業自得やなって騙されたから助けてくださいっていうもちろん騙す方が一番悪いけどでも騙される方も悪質やと思うこれに関してはだって他人の個人情報的なのをお金で買おうとしてるわけでしょこの人たちは。 自分が好きだからっつってジャニーズのことがそれはね被害者ずらしすぎって思っちゃうけどなんか美穂さん今起きてるみたいだけど美穂さんって呼べないのあなたから LINE あるんですか<あ>美穂さんのあ,ありますあじゃ今これ入れてくださいよグレープでもしかしたら来るかもしれないじゃないですかわかりましたちなみにつなげられた人はいるの実際にいやいないと思うなんで騙されてんのじゃあほーいってきたよ <laughs> <laughs> 美穂さんとのやりとり見せてもらってもいいですかあとえっ、ー、とこれか これれ誰を紹介してくれるの結局この上の星マークのところの人ですね翔太は、えっとスノーマンの頭で翔太で、はい、ジュりーがストーンズの e s ジュリーで拒兵、はい、がなにわ男子ですねはあを10万円で紹介しますよってことかこれちょっと紹介するっていうのは LINE のアカウントを教えるってことそうですねそういうこともともとこの美穂っていう人は本当にスノーマンのメンバーとつながってた の実際になんかその2年前の時にこれこれさんとその美穂ゴさんって人電話してるんですよあ、うん、もう覚えてないけど本当ですって本人は言ってましたじゃあ本当かどうか分からんやそんなもしもしはじ<い>めましてじゃないんですよねこれ多分撮れたんだえてかさカレンちゃん昨日連絡取ってたよね<え>取ってて今止まってます今止まってるだけだよね昨日返してるよね LINE どうしたのなんかえみ美穂さんはいはい え美穂さんはそのあのジャニーズの方を10万円でつなげてるんですか、一般人に。ジャニーズの人を10万円でつなげてるんじゃなくて、私はジャニーズをつなげてくれた人、私にジャニーズを紹介してくれた人を紹介しますよって書いてるその、あなたが紹介する人がジャニーズとつながってるんだ。そう,そうです、そうです。10万円、例えば払ったとしても、別にジャニーズにつながる保証はないってことですよね、簡単に言うと。っていうのは説明をしてますえ。っていうのも説明した上でお金を払う人がいるの え、え全然いる<え>だってその人紹介したからってそこからジャニーズかって自分の実力次第だしまあまあまあそうですねはい美穂さんはその実際にその人からジャニーズ紹介してもらったんすか紹介してもらいましただ、誰を渡辺翔太田中樹なにわ男子の高橋恭平ああはいはいその3人つなげてもらって何したんすか何したって飲むあ一緒に飲んだ うん、なんか写真とかないんすかその一緒に飲んだ写真みたいなえそれはだってコレタに見せる必要ないでしょいやいやビス水水見せろって言っただけじゃなくてあるんすかって音声とかは出したストーリーにあ写真はないんすか写真は動画動画がある動画だけどそれも出さない理由としていろんな人の顔が写ってるから、うん、全部にモザイクかけれないから、うん、っていう話もしてますまあ別に動画だったら普通に1枚スクショを撮ればいいだけの話だと思うけどね簡単だと思うけど 簡単じゃないって 1>, 1分でできると思うけどじゃあそれをストーリーにっけてほしいってことですかっていう要望でも乗っけるんだったら結構信憑性は高くなりますよねなるほどじゃあ視野に入れますほう月額会員6万円のコースを入ったんだよねそうですでその6万円のコースに入るともらえる得点がもらえてないって話だったよね多分今はまだですでそのもらえてない得点っていうのは何なんですかまあそののバーの情報と、うん まあ、つまりジャニーズが出入りしている会員制のバーの情報が教えてもらえるんだこの6万円コースに入るとほかにもありますかその出会うためにどういう行動を自分が取ればいいのかあそういうことねはい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 、ね、なんだけどもらえないって話ねはいおなんでもらえないんですかこれえだって昨日までやり取りしてたんですよで話の途中で LINE が返せてないだけで昨日まで連絡取ってたのにいきなり って感じなんですけど、こっちからしたら。だっていつ頃、まあ、一緒に行けそうですかが最後のライン、今見たんですけど。返信が遅くて、不安になってしまったってことですか。正直に言うと、まあ、そんな信用してなかったので。はいはいはい。前から、も聞いてても、その話が変わったりとか。例えば。アドバイスしていくような後とかで、急にその、お金貸してあげたりできないかなとかですね。うん、それは、まあ、気悪くさせたのですみませんなんですけど。 突然なこれちなみに被害者いないんですか他に被害者の言い方やばいハハハハハ被害者やばい私一人紹介してもらった人あのコレタン知ってる YouTuber だよ YouTuber ーーの人がジャニーズ紹介してんのいそうだよしかもあのちゃんと証拠もある見してよ送るのはいいよあ,あじゃあ送ってよこの人だからこの人に私は一人紹介してもらってるえそれはお金は払ってない払ってないえなんかじゃあタダで紹介してもらったってことえそうえ、そ,それはなんで でこの人がんかめっちゃ肝っこうやりとりしてて肝って何肝っこかったのなやり取りが、うん、でなんか「あお」うみたいなでじゃあ複数がいいよねって話になった時にそうなった、うん、でもこのインスタのやりとりだけだとそのジャニーズのやりとりがないから分かんないんだけど <laughs> 厳しいうん、だからそこのやりとりないの少々お待ちうんすみませんあの、美穂の被害者の会代表の方から来ました出た <laughs> 出たよ、面倒くさいよ、スカウトやろ。なに、そんななんのえ、知ってんの出たってことは。え、知ってるよ。それ多分そん、代表だったら、個人的な金の貸し借りじゃないえ、なんかそのお金を借りてて、まだ返してないみたいな話があるってことですかそうじゃない。まあ、じゃあ、ひとまずこの YouTuber の,のやりとりをね、見せていただいて。あった部分を見せればいいのえ、なんかジャニーズを紹介してもらったんでしょこの YouTuber から。 え、そうだよだからそのやりとりがあるわけやんえジャニーズを紹介してもらったっていうやりとりはないよだってその場に言わないじゃん別にジャニーズが来ますよなんてえあだからそのキモいやりとりしかないよじゃあ会いましょうって言われて会いに行ったらなぜかジャニーズがおったってことそういうことでそっからそのジャニーズとつながったってことなのあなたがそうですねすいませんえっと美穂さんっておご年齢は <laughs> ?21 歳えあそうなんですか <laughs> ちなみに、お顔とかって出されてたりはするんですかね。あ、出されてますよ。よカレンさん知ってます。みほさんの顔。あ、それはインスタに載ってたので。ね、あ、ちょっとみほさん、見てもいいですかね。顔写真。<laughs> いいですけども。あ、ありがとうございます。で、ちょっとカレンさん、画像送ってもらっていいですかね。みほさんの。わかりました。え、こうじゃないですか。みほさん。可愛い,いんだって顔は。これって、あの配信に載しても大丈夫ですか。みほさん。いいですよ。ありがとうございます。こうい,いじゃないですか。みほさん、本当に。声から、じゃ、全然想像もつかない。 ですけど果たしてこれ本当なのか、まあ、これ美穂さんねこのやり取りだけだと普通に二人で会うみたいなやり取りになってませんじゃあこれちょっとあ YouTuber の名前出して本人に確認していいですか YouTuber の名前出すのはやばい絶対やだで今このやり取りだけだと複数で会ってるかどうかもわからないしプラスその場にジャニーズがいたかどうかもわからないと最低これじゃあ入れていいですか、うん、被害者の代表の方を戦うかはいああちょっとすいませんあの代表者の方一旦あの ハウリングをやめていただいて。あの、工藤さんだ工藤さん、配信切ってくんないあ、これで大丈夫ですかあ、OK です、OK です。で、えっと、じゃあ、ちょっと、情報ブログの話、あ、間違えました、すみません。お前、じゃあ、もう最悪もう最低。いや、すみません、間違えました。今、普通に間違えました。マジ無理。ガチで間違えました。本当にすみません。これに関してはガチですみません。これだけはマジない。美穂さん、すみません。まあいいや、じゃあ、工藤さん、話をお願いします。まずですね、中村美穂被害者の会っていうインスタがあるんですけど、 簡単に言うと、中村美穂に被害者に会われた方々の画像とかやり取りをすべて載せてるんですよ。はい、で、自分ももちろん被害者であって、うん、でプラス、いろんな方から DM もらうんですけど、中村美穂からお金を貸して、もしくは30万払って、ジャニーズに会わせるって言ったのに、会わせてもらえませんでしたっていう被害者がめちゃくちゃいるんですよ。それ美穂さんんすいません先ほどは まあ、で、それはさておきですね、<laughs> えっと、こちらの工藤さんがですね、うん、美穂さんにお金を20万渡してですね、で、その15万が返ってきてないそうなんですけど、うん、そうですね。これはなぜ、うん、え、普通に返してないだけです。これ何年前なんですか、うん、?1 年前ぐらいとかじゃないですかおこれはなぜ返さないんですかねえ、返すお金がないからです。 SNS かかかなんかに身分書とか晒してましまたよ、ね、いやだからあなたが返さないからね。<え>それはそうでしょいや待って、それはやばくないでも、まあの。なんか私の名前でアカウント作って、身分証とか、なんか裸の写真とかさらしてたよね。え裸の写真、あなたがソープやってた時の話だよ。どうでもよくはないです。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あの <laughs> どうでもよくはないです。あの、いくらお金を返してもらえないからといって、個人情報とか、特に身分証をさらすのはかなり危ないですよ。 で私、そこから個人情報漏れて、うん、家にめっちゃ電話来たりとか、だからその身分証を晒すっていうのは何だったのかなみたいな,えあなた話が意味分かんないんだ、<laughs> 俺はさ、あなたがブロックす, <laughs> するまで俺は我慢してたじゃん、うん、だけど、あなたが電話も出ない、ブロックもして、もう何にもできなくなったから、俺はツイッターも晒したで、うん、あ,あなたのこと晒したでしょ、っ w 代表者の方、美穂さんってどれくらいの人からお金借りてるんですかあもう軽く1000万超えてると思いますよ。 20人は超えてると思います。普通に。今ですね、美穂さんに80万円貸して帰ってこないっていう人から連絡来てんで入れていいですかどうぞ。<laughs> いやなんかどんな <laughs> 集まってきた。おい、今日ここでもうすべて集まろう。<laughs> しもしもし。ああ、もしもし、はじめまして。はじめまして、お世話になります。はい、えっと、<laughs> 美穂さんからお金を返してもらってない方。そうですね、80万円以上お貸ししてまして。美穂さん、こちらの方ご存知ですか ご存知っていうか連絡取ってる。あ、そうです。連絡は、あの、取らせていただいてるんですけど、<ー>もう、あの、返済の期限がもう2年以上、ちょっと切れてました。<laughs> <laughs> いや、かなんでも、うう単純に返したら金。まず返すよ。嫌だ。や嫌でしょ、そんな。結局、こういう金がたまに溜まってるから、<laughs> ジャニーズの名前使って荒稼ぎしようとしてんじゃないのえ、だったら毎回やってるよ。え、だから別に、私はこの、猫のアイコンの人。えっ、ー、と、80万の人ですね。はい、え、その人はマジで返そうと思ってるよ。 じゃあいつまでに返もちょっとずちょっとずつは振り込んでるよそうですね<え>一部一度だけただそれだとしてもあのこちらとしてはかなりちょっと困っている状態でして <laughs> じゃあ早めに頑張りますねそれは本当に絶対返さないでしょう <laughs> 申し訳ない皆さん返せる能力があると思えない人以上いるからね、返してるやつお前黙れよ お前が黙れ俺に金借ってる分際お前黙れ借用書みたいなのあるんですかそうですね一応書いてもらってましてちょっとそれはあるんだけど一応あるんだったらまあ裁判するとこ一番早いけっちゃ早いけどねまあまあ方法任せますよちなみにホストに行ってるという情報が来てるんですけどそれは本当なんですかあホストは過去ですねお金を借りてホストに行ってたってことですかうん行ってましたね終わってんじゃねえかお前終わってるかな 終わってるでしょで、しかもお金返さないって今はホストに貢いでないんですか今はホストはもう飽きましたで一応返済する気はえっこの人ない工藤さんはなくて80万の人あるあるいつまでにいつまでにか毎月3万以上返済いただけるのであれば待ってますねはい優しいいけますあらってことはじゃあ3月からスタートでしますうんできればお願いいいしたいはい で4月以降から1か月以内に毎月3万円振り込んで返済していくってことなんですかね振り込まれませんでしたってなったらまた取り上げるわ <laughs> はい承知しましたありがとうございます優しすぎねえ、まあ、美穂さんジャニーズで稼いでらっしゃいますけど渡辺は2万だ永瀬は5万とかなんかいろいろ書いてありますけどこれ結構それはめっちゃいますよえ,えこれ払ってる人めっちゃいるんですか これだって渡辺翔太紹介するから2万とかじゃないですかね渡辺翔太が使ってた LINE 売るから2万だからここに名前が書いてある人の LINE のアカウントは全部持ってるんだ持ってるでもそれが果たして本当のアカウントかどうかもわからんよなこれマジでもう払う方うがええでお前ら美穂さん何あの YouTuber も紹介するとか言ってやってんの <laughs> お金もらったりしてジャーニーズだけじゃなくあしてるそれは YouTuber 承諾を得てるんですかだか簡単に言ったらその YouTuber とかって言っても別にそこまで有名な YouTuber じゃないからいやいや結局 他人のアカウントをじゃあ何許可もなく販売してるってこと違うでしょ YouTuber とかってコレタンとかからしたらんだこのカスみたいないやいやどうでもいいんだってその,あの人気の度合いは、はい、じゃなくて YouTuber ーーに許可をもらってあなたのアカウントでお金稼ぎしていいですかってやってるんですかって聞いてんのよえそうだよだって折半やそんなえっそれ YouTuber ーーはなかなかゴミだね本当だとしたら <laughs> 前も言ってたけど折半だって全部しかも全部って,てじゃあそれジャニーズのってこと え、無許可でしょそそこは無許可でしょミすぎだろマジでじゃあ美穂さんなんか隣に女性多分いますよねアキナさんって人ですかいますねなんかグルでやってるみたいな情報が来ててアキナさんと一緒にやってるアキなにかってグルとかじゃなくてシンプルに今いろいろピンって言っていいんだろいろいろピンチでお金を貸してほしいっていうのがあるから私がストーリーで拡散してやってるだけああすいませんちょっとあ YouTuber の方から来たんですけどすいません美穂さん来ました本人が だからさ、来れたんいや、でも本人が来たからしゃあないやろ。えっ、ー、と、すみません、あの今、本人がジャニーズの友達がいないと言っている。<laughs> <laughs> どこに本人いんのえ、コメントなんです <laughs>。おもろ。ほらね。<な>ほらね、ボロが出るよ。あっ、おもろちなみに YouTuber の方、こちらです。<前>これをですね、使ってですね、美穂さんがあの、あなたからジャニーズを紹介してもらったとか言って、あたかもジャニーズとつながってるかのようなことをにおわせて、えー、ジャニーズのアカウントとかをですね、 ええー、販売してるんだよ二万とか三万とかでかなり悪質な女性なんですこの美穂さんっていうのはこの方ですジョーブログさんこれだって本当にいやすみませんこれはでももうしょうがないだってジョーブログがうすだって誰やねそいつって言ってんだから嘘や <laughs> ひどくないそれなんで嘘つくのだってちょっとそれ話してていいですよ私連絡するんで うわ、出てた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 逃げる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 えなにこれ逃げる全長な逃げる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 マジで逃げるお前さお前はこれ逃げるやつこれお前は本当に黙るなよこれた？はいえまだこれ配信やる？一応まだやりますえじゃあ三分ガチで五分後に戻ってくるからちょ一瞬だけ抜けていい？お逃げた逃げただからお前黙れえちょっと五分後ってのな何をするために五分後なんですか？あそれはちょっとこっちの個人的な事情あまあまあ別にですじゃ五分後でま五分後に戻ってくるはいはい あと美穂さん多分21じゃないですよね。それで言うと。あ、違いますね。なんかでもさらされてる身分証を見ると、平成7年生まれって書いてありますけど、27とかですかね、じゃあ。あと、あの、一番ひどいのが僕のインスタのフォロワーさんで、大学生で500万騙された子がいて。え ?500 万ですかそうです。それはだいぶやばいですね。しかもこれ、何美穂さんってもともとは地下イドルやってたんだ。そうですね。あ、そうなんだ。なるほどね。ごじゃみ一番右側だね。 さあそしてちょっと別の被害者も今来ましたねまたはいもしもしすいませんはじめましてえっ、ー、と美穂さんから YouTuber をつなげてもらえるということでお金を払った方ですかそうですねはい私は2人に貸しててでタイムリーに一昨日い振り込んでしまったんですけどお友達の方がその返済に困ってるみたいな助けてくれたらなんかそのお礼として YouTuber か 他のなんかテレビ関係者かなとかなんか選んでもらってみたいな紹介しますよみたいな言われたんですけど YouTuber 誰かわかんないけど YouTuber を紹介してもらうみたいなあれなので名前は聞いてなくてでもなんか登録者数100万人超えてるからでさっき出てたその YouTuber の人とのやり取りのスクショも送られてはきましたねえっ情報録ですかあそうですでももちろん隠されてたので誰かはわからなかったんですけどえ っていうことはじゃ上ブログのインスタの DM のやり取りを使って裏でまたお金を引っ張っ張てんだ私はそれでまあ信じちゃったというかいくらなんですかちなみに金額は合計50なんですけどえちょっとやばいってえでもなんかそのお友達さんが困っててそっちの方に30でもなんかなぜか美穂さんに20みたいななんかあの今美穂さんっていう方から つわがれるって言ってもらっていいですかって来たんですけどね。ああ<ー>、まだミオさんがつわがりたいってことね。このミオさんっていうのは何？ジャジャニーズとガチでつながってた人なの？なんかつながってた方、写真を流出させたみたいなので <laughs> なんかバーって広まった方なんですけど。あ、まあ、じゃあガチでつながってた人なのいいね。いストーンズとつながってた人ね。すごいね。え、被害者の会の赤凍結されてますよ。他の赤は大丈夫ですかだって。まあ本当ですね。開けにくなってるですね。え、今？え、なんで凍結されてんの？ いや、多分、誰かにやられたっすね。いや、それ。被害者の会のアカウントと、それと紐付いてる、<laughs> それが凍結されてるんで。マジっすか、じゃ、あまたやり直しじゃないですか、アカウントを、被害者の会の。まあ、いくらでも作れますから、ね。<laughs> <laughs> 内容的に、あの、通報しやすい内容かもしれないので、それで、もしかしたら。ああ、そう、のそう、そう、はい。身分証的なやつですか。そうですね、多分。もう、どんだけ工作するのみほさん、ちょっと、本当に。<laughs> まあじゃあちょっとジョーさん入れますかまあちょっとあんまり待たせるのよくないからはいもしもしあすいません深夜に申し訳ないジョーさんいやびっくりしましたよ多分ちょっとだけ話は聞いてたと思うんですけどすジョーさんとの多分インスタの DM のやり取りが何かを使用していろんな人からつなげるぞということでお金を巻き上げたり、はいはい、あとはジョーさんと <laughs> 飲み会をしたと、はい、えこれ、多分僕訴えたら勝てるんですかね、はい、まあ、可能性としては高いですね。いや、結構やばいすよ、ね、そうですね、で僕、えー、ジャニーズも一人も知り合いないですし、でなかなてやばいことやと思うんですけど、一応、この女性は、ジョーさんとあん、ねはい、4人で飲み会して、ジョーさんはジャニーズの方を連れてきたって言ってるんですけど、これはじゃあ嘘、いや接点ゼロではい。 ややりりりりははははああるんんですけどこれは実際にはあったんですかやり取り自体はいや僕そんな女の子なんかも,もうめちゃめちゃやり取りあるんでちょっと分かんないんですけどはい、はい、ただまあその子に関しては全然覚えないですねはいはいはいまあじゃあそのジャニーズを入れて飲み会したことは一度もないってことですよね、はい、そうっすねいや全くなくてだから正直言うとびっくりしてるんですよあ、うん、やばいやつおるなみたいな <laughs> まあまあそうっすね<や>結構だってありえないじゃないですかバカ中のバカというか。<laughs> ちょっとあの、まあ、一応事実確認として本人に聞きたいということで、ちょっと、はいはい。同じようにすみませんでした。いや、全くありえないんですみません。わ、はい、かりました。はい、はい、じゃあありがとうございます、ジョーさん。はい、すみません。はい、おやすみなさい。はい、おやすみなさい、まあ。バカ中のバカっていう、キングオブバカということね。<laughs> 訴えうっいですね、マジで。うん、確かにね。あ、来ました、嘘つきが。ヤッホーです うん、ジョーブログ<あ>お前にそんなジャニーズ紹介しないってなんで嘘ついたのまずそこじちょっとあのスクショするんでお待ちくださいえ何証拠があるってことジョーブログを巻き込んだ理由でしょそう巻き込んだ理由じゃなくてお前はジョーブログからジャニーズを紹介してもらったって言ってたけどなんで嘘ついたのまずそこえだからそれを話そうとしてるから待ってって言ってるまあるとりあえず嘘ついたのは認めるわけねあそこはね嘘ついた理由は何なの結局 じゃあ送るね私はこれ根本もともとめちゃくちゃ好きだったっていう話はしてたじゃんあ,あしてたねでこれ全部送るはい何何何何これえじゃあだからなんかえめっちゃ気持え、めっちゃ好きなんだけどめっちゃ好きすぎてでなんかこのこうまあ、見てもらえば分かんないけどこうやり取りしてて <laughs> えーっとで、これが最後なのねで結局これで途切れて え、キモってなってて、うん、落とし込むかみたいな感じだしその美穂が本当に知ってる YouTuber より知名度があるしじゃあ使うかみたいないやいやいやお前インスタのやり取り見たけどまあいわゆるちょっとねまああのえついなね <laughs> やり取り <laughs> <laughs> ですけども別にこんなのはさ違う美穂の話いや大した話じゃなくてで結局これ <laughs> 合ってないやんだから キモいやん、このここまでやり取りして写真を送らせてえ、うん、こうじゃん何だからこ,こんだけやり取りして写真送ったけど会えなかったから嘘ついて上ブログを陥れようってしたってこといや違うよねこれうまーくやり取りができたからこれを使ってジャニーズとつながりがある風なネタに使おうとしてるだけだよねこっちの方がプラスじゃんだってこっちの方が有名だしだからそこが詐欺師のやってることなんよ結局だってこれだから写真送っただけじゃんしかも別に大した写真じゃねえし えだからまあこっちを出した方が美穂にもプラスやしっていう話だからあ,<ー>あもうキモいし名前使ったろみたいな感じえで,も本当にこ,でこんなことをしないとジャニーズとつながってることを証明できないってことはまあ、だがやっぱり嘘なんだなって思っちゃいますよねってえこの LINE は見れてないの LINE? えこれが美穂が本当に知ってる YouTuber の人これ誰なのいやあんた言うやん普通にポロってこいつがだって YouTuber の証拠ないやんこれ一般人の可能性あるやん全然<ー>この人と折半してんやろ え、この人って百万人超えなの。超えてないよ。超えてないから、ジョブズ使ったんだよ。いや、ゴミじゃん。え、だから、ゴミやろ。だから、ゴミやろってなり。え、ちなみに、あの、みょうさんが上がると、やっぱり無理ですか。あ、全然いいですよ。あー、いいんですね。<laughs> いいねあー、すみません、みょうさん。あ、もしもーし、昨日ユーチューバーとの知り合いいないって言ってたのに、なんでいることになってるんですか。 まあ、えそれで昨日は詐欺認めてたと思うんですけど、うん、なんでまた詐欺してないことになってるんですか <laughs> お前は何なの <laughs> <laughs> え怖い友達じゃないからそんな言い方しないでください港区女子みたいなの来な話になんないで落ちていいですかで美穂さんからすごい詐欺で騙されたっていう子からいっぱい相談が来るんですよなので私は自分のストーリーに他人に知らない人にお金を貸しちゃいけないっていうストーリー 注意喚起のストーリーリをこう載せたんで、すねでそうしたらもう美穂さんから鬼のように電話がかかってきて、<laughs> 何ですかっていう話をしたら、じゃあお前が普段飲んでる店に。 行くわみたいなでも美穂さんあのいろんなお店の売りかけ飛んでるのでそもそも出禁なんですよあの,あのさっきの子にすごい相談されてたんですよお金振り込んじゃったんですけどどうしようみたいなお金は正直返ってこないと思いますっていうことをお伝えしてでもし不安なのであればもう全部そういう法的に効力のある公正証書をちゃんと作った方がいいと思います、うん、っていうアドバイスをさせてもらったんですねなるほど工藤さんどうですか美穂、はい、さんやばいいややあれです、ね、正しいですすねね正しよ <laughs> やっっぱりさんは分かてますすねね僕と同じ意見でしかもこれかわいそうだから本人に言わなかったんですけどあいいややめておきますやっぱりいやいやそれちょっと言ってくださいジャニーズの子に聞いたけど美穂さんのこと知らないって言ってたんですよねああ美穂さんつながってるからね今の話じゃなくてその過去に繋がってた時にこの子知ってんのみたいな確認したらこんなやつ見たことないって言ってたんですよマウントやべえっていう感じですね <laughs> とりあえず作業はやめた方がいいいんじゃなでですかって話です私だって別にバカなジャニオタだなと思ってほっとけばいいんですけどさすがに、うん、あの純粋につながれると思ってわざわざあなたにお金を払って騙されてる人がかわいそうだから注意喚起してるって感じです <laughs> ああなるほどどうですか美穂さん話を聞いてえ全然なんかちょっとなんで上がってきたのかなぐらいにしか思ってないわかりました、うん、美穂さんありがとうございますはいあとりあえずでもジュニアの子 だってかもジャニーズのか美穂さんのこと知らないって言ってるみたいなんで、やめてあげてください。うん、わかりました。じゃあ、落ちまーす。<laughs> はーい。いやー、皆さんどうやらジャニーズも知らないみたいで、上ブログも知らんし、ジャニーズも知らんみたいです。そ,そうですね。美穂さん、なんか動画があると言ってましたね。それも今渾身の一撃で出したらどうですか、スクショぐらい。それで今、もう、あ、<え>本当に繋がってなんだ、美穂さんってなるじゃないですか。今起死回生の動画ある、ありますよね。もし本当なら。 ミさん出すなら今じゃないですかなんか「あの考えときますで」で冒頭で確か言ってましたよねえっじゃそれをさあ SNS はストーリーに出すってことああまあなんか自分で出したらいいんじゃないですかあじゃあそれ考えますねじゃあちゃんとしゃ今でしょういや今やろ出すならじゃあ今はひとまず出せないってことですね今はひとまず出さないあ,あそうですか分かりました了解ですひとまずもうこれでお金貸す人はさすがにいなくなるだろうこれでまだジャニーズつながってる思い込んでるジャニオタほんとにさっきミョさんが言ってたけどアホなジャニオタ ですよ本当にまあ皆さんねこういうあの写真とか音声っていうのはね本当か分かりません本当かのように見せるのが美穂さんの得意分野なので気をつけてくださいなんか変な言い方だねだってそうじゃんあー、はいはい、はい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 ねえもう嘘バレますからね皆さんお金貸さないように騙されないように以上です僕からは <暇 S 1> じゃあみんな <laughs> お疲れ様でした <laughs> 美穂さんお金ちゃんと返すようにお疲れ様ですさまでした <laughs> はい、ということでね、これ系はさ、まあ、正直お金渡す方も俺は本当に悪いと思う。お金渡す人さえいなければ、こんな話は、あの、こういう詐欺をする人たちっていうのはいなくなるわけやから、すべての人がね、意識高めるしかないね。意識高めてくれよ、そろそろ <laughs>